こんばっち、8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才選手で世界旅行金徳2個チャレンジいきたいと思います。右投げ左打ちのキャッチャー、フォームはサナさん、好きな球団は藤平から金徳バズーカ送球を狙ってヤクルトでやっていきたいと思います。ということで天才カードと世界旅行カード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていこう。強いだね。ドン、星163、そうでもなかった。やる気2ついいね。はい、まず1個目、ドンで、やる気はまず全開にしていく。で、今作ね、激アツっすね。金徳2個チャレンジができるっていうね。まあちょっとね、藤平くん、まあ、初日に、まあ、どれだけね、いやー宝箱の1割シャッフルしてどうなるかちょっと見よう。今回ヒーリング持ってないからな。 OK、 ナイス。藤平くんなんですけど、出現率がねちょっと高くなさそうな、うん、まあ多分一緒だとは思うんだけど、他の球団のこういうキャラとも同じなんだけど、出てくる確率ちょっと低いかなっていうのと、あと単純に他の球団は青徳が 15% で、まあ、前作ね、くれて、今作も似たような感じかなとは思ってはいるんだけど、さすがに金徳なんでくれる率、それも同じ15じゃなさそうな気はしてます。まだそこはねちょっと検証必要なんですけど、まあ回数がねまだ圧倒的に足りてないんで、まあただね、くれることが大事。出てこねえな、出てこねえな。シャッフル、次がもう世界旅行なんで、まあヴァンガード狙いでも、ステージ4にはもう、藤平くん出てこないから、もうステージ5にかけるしかないんだけどな、彼の出現は。これで帰るか、ナイス。あと宝箱か、宝箱が欲しいっすね。強い、回復3、ちょっと寂しいね。でここで4歩使ってでも能力伸びてない、ナイス。野球超人伝さん最高です。しかも9-3。なんかさ、この画面もさ、下めちゃめちゃギリギリになったね。余白ないね。なんか余白があった方がね、編集、動画編集とかもねしやすかったんだけど、余白がゼロになってしまった。マキシマム、もう一人エミリか、それアレフトさんでしたか。まあまあ金徳をもらう準備はしておこうか。どうしよっかな、 A が右上、 B が、あーこれ、そしたらこのルートで行って宝箱取ってからのっていう。ナイス、神来たー。で中日かな、ソフトバンクだった、ウォーカーさん。やべえ、もう4人集まってる、4人集まってんね。早く会わないと、早く潰さないと、誰かしら。これで2人に会えるチャンス。オースティンさんがとりあえず1人会って、へっすら、これで降格、ドン、もらえない。はよ出てきて、マキシマムがちょっと行きづらいな。 B で飛んでワンチャンか。おお、ヒーリングが残った、最高ですね。ナイス。いやー、赤おにぎり邪魔だーね、邪魔だーね。それ博士さん、博士さん相変わらずで、今作ね、うわー、赤おにぎりマジ4つもあんじゃん。赤消そうぜ。おいおいおい、絶対合わせる気ないだろ。マキシマム、そして博士、おにぎりの上、赤おにぎりの上は辛すぎる。きついなー。はい、降ってこないかな。ナイス。 A で飛んで、まあ財布ゴールもいけるんで、博士こっち来い。ナイス、勝った。野球超人伝博士、え、ちょっとこれバグ、バグ見つけちゃった。わかりますか、今僕が言いたいバグ。博士がいたところ、
左上にマップの地図があると思うんですけど、そこ黄色が自分の位置で、赤がゴールの位置、緑が選手の位置を表してるんですけど、博士がいたところがまだ緑に残ってる。あ、消えたね。これバグだね。早速見つけてしまったようだ。うーん、金徳じゃなくてパワーヒくれないか。はよ選手振ってこいよ。博士さんが振ってこないもんな。いや振ってこねえな、ダメだな。さあラスト、博士が、はい、いや、いねえ、藤平いねえ、マジか。シャッフルしたくないな。パッと打ち465、君は、ああ、あれだね、カード集めて作った選手って感じだね。ほい、箱1234567、いける、はい、ナイス。野球超人で2発目、博士成功よりも上手くなってしまったじゃないの。594強。さあどうだ。いやー、そこでミートか。パワー引けたら最高だったな。まだまだ遊べるどん。まだまだ遊んじゃっていいんですか。あ、回れるじゃん、しかも1234567891。まあここで2出たとしてもいけるんで、焼きまん、おお、いいね、守備補給ありがたい。上側でお願いします。ゴールのそっち側か。まあなしではないけど、なしではないけど、どうなってたっけ。ああ、そうなってんの。じゃちょっと待ってて、そこで強っ。うわー、これ生きて、おい、うめえ。 S4 つ目で俺以上なっちゃう。やべえねー、やべえねー。あ、下がった。1234567891011。ミートもいらんしな。あー、今守備行ってもよかったか。1234567891。そうだな、守備行ってももうここであれするわ。ははつえー、700いけんかったけど、もう一回ヒーリングで肩ある。ナイス。100はいかない。あー、行きたかったな。オスナさん、オスナさん、オスナさん、引かないでください。もっと押してください。すげー、選手できました。やばいね、天才世界旅行。ヒーリング途中で拾ってくるスタイルで700弱。それでは名前設定行ってきましょう。はい、名前設定してきました。名前、星693からむくみちゃんという名前になりました。いかがだったでしょうか。博士に会って成功していればオール S いけましたね。それでも野球超人伝2発が強すぎた神引きです。ものすごい選手できたので、オートペナント期待して回してみましょう。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら、打率3割8分1厘、見事ミート S99 で3割8分、えぐい成績残しましたね。ちゃんめが強かったんかな。ってことで今回やばくて208安打、200安打到達、首位打者最多安打ね。そして42本、惜しかった。第2位岡本さんと2本差、惜しかった。でも今回は400塁打達成の135打点、打点王も獲得、そして3割8分7厘、得点圏打率もねすごいよね。得点圏打率はさらにプラスですからね、えぐい。で今回は本塁打率 13.0、 まあ惜しかった、ここ負けてしまったんですけど、三振が75と少なくて、今回ね新しくね BBK というね新しいものが追加されていました。選球眼の良さを評価する指標の一つ、四球割る三振、デッドボールは含まないということで、おそらくこれは 1.0 を超えてたら素晴らしい成績という判断でいいと思うんですけども、まあ、宮崎さんもすごいんですが 1.32 と
すごい数字ですね。ってことで、あとは、盗塁が30個、なんとねトリプルスリー達成、やばくないですか。キャッチャーでトリプルスリー、えぐいって。成功率8割8分2厘ということでした。と、猛打賞20回の対左対右はまあ大きくは変わんないね。右で3割9分、長打率7割3分6厘、えぐいね。で出塁率4割7分5厘、えぐいな。で OPS は 1.2 ということでえぐいです。で今回キャッチャーなので守備編も見ていくと、エラーは2つ、まあフルイニングで出て、パスボールは3で、なんとね盗塁阻止率4割5分7厘というね、すごい成績。44回しか盗塁されてないと。梅ちゃんもね同じだけしか走られてない、4割2分1厘なんですけども、まあ試合数がねちょっと少ないんで、もうむくみちゃん強すぎましたね。投打で圧倒ということで、投ではないか、守備でも圧倒、打撃でも圧倒ということで、ということで今回のむくみちゃん取ったタイトルは、首位打者、打点王、最短打、最高出塁、新人王、ベストナイン、ゴールデングラブ、MVP の合計8個でした。いかがだったでしょうか。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。